平壌平壌は、朝鮮民主主義人民共和国の首都、直轄市であり、最大の都市。朝鮮八道では、平安道、十三道制では、平安南道に属するが、同国の行政区画においては、道に属さず、平壌直轄市として、道級の直轄市となっている。日本統治時代の行政区分は、平壌府、当時の正式な読みは、平常である。 平壌純平原に位置し、北と東と西は平安南道、南は公海北道に接する。北朝鮮の政治と経済の中心地であり、軽工業、重工業など工業が盛んである。四百二十七年以降高栗の首都となった。市の中心には大動向が流れている。中心部に近日生広場があり、その付近に主体相当がそびえており、 平壌のシンボル、またはランドマークとなっている。平壌は北朝鮮の建国時から事実上の首都としての役割を持っていたが、憲法で正式に平壌が首都となったのは1972年からで、それ以前の平壌は祖国統一を成し遂げるまでの暫定首都、臨時首都という位置づけで、ソウルを正式な首都と定めていた。これは建国以来現在に至るまで憲法上は、 朝鮮半島全域を領土としているためである。なお、韓国も憲法上は、朝鮮半島、韓国名、韓半島全域を領土としており、異北五道委員会においては、平安直轄市を認めず、平安南道平安市として扱われている。公民登録法の規定で、17歳以上の北朝鮮国民は、公民証が政府から発給されているが、 1997年以後、平壌市民については、公民省が平壌市民省に切り替えられ、他地域住民と明確に区別されるようになった。この区別による特に大きな影響として、旅行に対する待遇が挙げられる。北朝鮮国民は、国内、北朝鮮各地の旅行でも、地区一政府に旅行証明書を申請し旅行許可を得る。必要があるが、この 平壌市民省を所有していると、旅行証明書なしで、北朝鮮各地を自由に行き来できると言われている。市内のインフラは老朽化が進んでおり、2002年頃から街路樹の植樹、歩道のタイルの張り替え、ビルの改装など市内中心部の再開発が始まった。2010年代初頭には、国禁日清生誕100年にあたる2012年を目前に控え、軍人や、 学徒も動員しての高層住宅を中心とした建設ラッシュの様子を呈している一方、特幹工事による被害も報じられている。2014年5月13日には入居が始まっていた23階建ての高層マンションが倒壊し、在富比、人民保安部部長やチャヒリムピョンン氏、人民委員会委員長など政府高が現地で謝罪するという異例の事態になっている。 気候は寒帯冬季小雨気候で寒暖が激しく、冬は雨が少ない。冬から春には三寒四温の気候である。古くは英史朝鮮の保建所で、紀元前108年にこれを征服した寒の武帝が落朗軍地を置いた。これ以後4世紀後半にくだらが領有するまで中国人による現地支配の拠点となる。 高栗の長寿王は427年に、王力交流域の周安からピョンヤンに戦都し、高栗王国の都となった。当初は、現在のピョンヤン市街から北東へ8トルほど離れたところにある王城山に戸があり、現在も山を取り巻く城壁や、王宮であったアンツルグーの跡などが残る。552年から586年にかけて、現在のピョンヤン市街の場所に、 都の城が築かれ、大都市となったが、六百六十八年に、唐に滅ぼされた。唐は、平壌を含む南満州から、半島北部を管轄する、安藤都護府を設置して、当外地方の直接支配を図るが、白木の反乱によって、両島より南を失った。十世紀に、駒が起こると、平壌を吹くと、西京都した。 12世紀にはという仏教像が西京への戦闘主張し、最強戦闘運動という仏教体儒教の争いが起きた。妙政は風水説の混合した高麗仏教に基づき、高栗の首都であり、風水も良い最強に首都を移し、高栗の給領土、満州の回復の拠点とすることを掲げたが、十家の反発で葬られ王の指示が得られなかった。1135年。 妙政はついに反乱を起こしたが、金不職ら十家の文官らの率いる軍により翌年、鎮圧された。1269年には最強を治めていた、蔡広氏らが反乱を起こし、最強を含めた北海五十四条と西海道の自悲例異北の六条を率いて、元に帰営する事件が起きた。元は最強を、療養業省に属する、東安志夫と改名して領土に編入した。 安ズ康ヤスは同じく原料となった僧上僧官府と共に高来と分立したが元の直接支配強化により1290年、資源27年に安ズ康ヤスは霊業省、政党業省と統合され共に元の直接支配地域となった。安ズ康ヤスは元末期に再び設置されたという記録もある。李氏朝鮮時代には平安は 平安道の首裕となった。文禄の役では日本軍が平安にまで達している。18世紀には作法大政下の清志との往来の中で北京にいたキリスト教宣教師からキリスト教が朝鮮官僚に伝わり平安道はキリスト教徒が増加した。しかし18世紀末には大規模なキリスト教と弾圧が起こった。また外国勢力が朝鮮周囲に現れ、 ピョンヤンでは大動向を遡ってきた米国船を官民が焼き討ちするジェネラルシャーマン号事件が起こっている。日清戦争ではピョンヤン城はピョンヤンの戦いの舞台となった。李朝末期の1896年に平安道が分割されて平安南道の首夕となっている。日本統治時代には1910年明治43年にピョンヤン軍はピョンヤン府となり、 平安南道の道庁所在地となった。このごろ路面電車の軌道などが整備された。1913年、大正2年に、平安神社が鎮座した。また平安神学校など、キリスト教の神学校や教会が設立され、キリスト教との人口に対する割合も増加した。平安は、宣教師らから、東洋のエルサレムと呼ばれる、朝鮮のキリスト教布教の中心地となった。 現在の韓国のキリスト教徒には、朝鮮戦争の前後に、韓国側へ移住したピョンヤン出身者もいる。1931年、昭和6年には朝鮮ハイフハナ事件が起き、ピョンヤンで最も多くの中国人犠牲者が出た。1945年、昭和20年に、ソビエト連邦軍、赤軍が北緯38度線以北を占領すると、ソ連軍勢の中心地となり、 1948年の朝鮮民主主義人民共和国成立により事実上の首都となった。しかし1950年に北朝鮮の韓国侵攻により勃発した朝鮮戦争ではアメリカ軍を中心とする国連軍の激しい空爆を受けた上に国連軍の占領下になった後はこれに対して朝鮮人民軍や中国人民志願軍による攻撃が行われたことで 市街地は大きく破壊された。停戦実現後、ソ連の援助で町は急速に復興を始める。朝鮮建築家同盟創設メンバーの一人で戦前の日本にて建築学を学んだ経験を持つ金、世紀、金正比が金日成に登用され、留学後、1951年に平壌市復旧建設総合計画をデザインし、1953年に 正式採用とされ、巨大なパレードを行える、社会主義国特有の広場整備や、北朝鮮風のアレンジが加えられた、スターリン様式建築、その他、ブラジル人建築家、オスカー・ニーマイヤーの影響を大きく受けたとされる、モダニズム建築といった近代的でプロパガンダ色の、農計画都市への変貌が始まる。1968年には、 平安南道の同調機能を平城市に移して直轄市となり、1972年に正式に首都となった。1980年代以降、近日政や主体思想を称える記念碑や建築物、競技場やホテルが多数建設された。19、区域と4郡に分けられる。ただし、2011年2月には、食糧難により、勝国区域、江南郡 小源群、中和群の4つの群、区域を公海北道に編入し、約2630平方キロメートルの地域面積を約半分して、地域人口も50万人ほど減らしたとされる。平壌市民にはこれまで配給制度が保障されていたが、深刻化する食糧難のため市の規模を縮小せざるを得なかったと見られる。しかし、港南群は2011年に、 公開北道から平壌直轄市に再び編入された。この節の出展旧は朝鮮民主主義人民共和国における格付け。2016年11月に大道光の両岸を結ぶ遊覧船の運航が再開した。屋根にソーラーパネルを搭載し太陽光発電だけで動く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。